タツタ。タツタは、日本海軍の二等巡洋艦。天竜型の二番艦で、天竜と共に、日本海軍初の軽巡洋艦になる。艦名は、奈良県のタツタ川から名付けられた。この名を持つ日本海軍の艦船としては二隻目に当たる。春光寺の艦型は、天竜型軽巡洋艦艦型も参照。天竜との識別点として、などがある。 1923年4月、3番砲の前方に、方位測定室を設けて、空中戦を装備した。空中戦の形状は短冊型になっている。1932年から翌年、または1935年頃に、魚雷発射艦は、移動式からその場で旋回する形に改め、装備位置が高められた。 1933年4月16日から5月25日まで、佐世保海軍交渉で改装を行った。羅針環境の側壁を、構成の固定式に改め、窓ガラスが設置された。前面の側壁は垂直であり、天竜との識別点になる。なお、天外は、キャンバスのままだった。また全部マストを三脚式に改め、マストトップを若干短縮し、 クロスツリーを設けて保持する形に改めた。1936年11月10日から18日に、環境周囲に防弾板を設置し、中国方面へ進出した。1937年7月に93式 13mm、機銃2丁が一番煙突全部の左右に1丁ずつ、装備された。立田は1938年12月15日に、 予備艦となり1940年11月15日に、艦隊に復帰した間に、羅針環境天外を固定化した。また同じ時期に、方位測定用の空中線はループ型に変更された、コロとする文献もある。根性艦は最後まで、根性艦のままとする文献と、重油編章化されたとする文献がある。なお、環境上の単焦燈ダイブルワークは前方に、延長され、 天竜との識別点になっている。昭和16年度の第18戦隊時には2番艦として1番煙突に2本の白線を描いていたが、開戦時には消された。開戦時の兵装は以下と推定される。開戦以後の変線は以下の通り、1944年3月の最終時の兵装は以下と推定される。84艦隊案の一部として、長と、 谷風などともに予算が成立した。歌唱官名は、第2号小型巡洋艦、1916年5月13日、立ツタと命名される。1917年7月24日、佐世保海軍交渉で、帰港、1918年5月29日午前10時、浸水、1919年3月31日に、竣工した。同日。 トネに代わり、第一水雷戦隊に編入された。1920年、シベリア出兵に参加、戦乱護衛に従事した。1923年8月30日立田は、浦朝山諸島の病地に向かう、途中の午後6時30分、海津に、記載のない暗証に触れて、戦隊と機関を若干損傷した。9月1日に損傷修理のために、 同中発3日佐世保に寄港、6日から入居し、損傷修理を行った。関東大震災後、海軍は、クレを母港とする艦艇は、半数が輸送任務、佐世保を母港とする艦艇は、クレで待機する方針を取った。佐世保を母港とする立田は13日の時点では、クレ方面にあり、21日まで同方面に在泊した。 17日に第一水雷戦隊各艦も救援活動に向かうことが決定し、立田は21日から22日に佐世保へ寄港、9月23日出港、救援物資として測量艇2隻、木材、医薬品、毛布などを搭載していた。25日に横須賀で26日に品川で救援物資を揚陸し、27日横浜港に入港した。 以後横浜で警備活動20時、この時に、軍医2名看護兵3名の、計5名が停泊中の火山丸に収容した、病人怪我人、計115名の診療を行った。タツタは10月4日、第一水雷戦隊所属の各駆逐艦とと共に、横浜を出港、再起に向かい、タツタの救援活動は終了した。1924年3月19日、佐世保郊外で、 佐世保鎮守府第1回ャホーム演習が行われた。第43号潜水艦が潜水艦母艇、三島を仮想的輸送船として襲撃行動を実施中、三島に後続していた立田と衝突。司令塔下のハッチが閉鎖されていなかったため、第43号潜水艦は浸水して沈没した。乗組員45名全員が殉職した。衝突原因は、 第四十三号潜水艦が三島への襲撃に没頭し、三島に皇続していた、立田に気づかなかったためという。九百三十七年七月八日から九百三十八年十二月十五日まで、日中戦争で中国沿岸で行動した。九百四十年、昭和十五年十一月十五日の戦時、編成改定により、第十八戦隊は巡洋艦三隻。 カシマ、天竜、タ田によって再編された。1941年9月1日、マイズルを出港し、トラックに進出した。戦争勃発前の編成変更により、カシマは第4艦隊の機関として独立。第18戦隊は天竜型計巡2隻、天竜、タ田となった。12月8日太平洋戦争の開始により、 ウェイク島攻略のため援護部隊としてクエゼリン干渉を出撃した。12月11日に行われたウェイク島攻略戦では日本軍は木らぎ、疾風と2隻の駆逐艦を失い作戦は失敗に終わった。12月21日、2度目のウェイク島攻略作戦のためタツタを含む攻略部隊はクエゼリン干渉を出撃した。 22日から23日にかけて行われた戦いで、日本軍はウェーク島を占領した。1942年1月、日本軍はビスマルク諸島、ラバウル、カビエンの攻略を開始したラバウルの戦い。タツタはカビエン攻略部隊として、同系艦の天竜島と共に1月20日にトラックを出港した。カビエン攻略は22日に行われ、 無血占領された。その後、タツタは3月8日に行われた、ニューギニア島裏へ、サラモア攻略作戦などを支援した。6月には、ポートモレスビー攻略作戦のため出撃したが、三五回海戦の結果作戦は中止された。その後は、ガダルカナル島やポナペ島への輸送任務に従事した。1943年4月1日、 連戦部隊として第一艦隊第十一、水雷戦隊が結成され、立田はこの部隊の機関となった。1944年3月12日、サイパン島への輸送作戦である東松二号船団の護衛部隊機関として、横須賀を出港、翌十三日三時頃、八丈島沖で強風と波浪で、視界不良のため、米潜水艦サンドランスの発見が遅れ、来撃を許した。 サンドランスは、タツタと海軍徴用輸送船、国高丸に向け、艦首から4本、艦尾から2本の6本の魚雷を発射し、魚雷1本が国高丸に命中、魚雷1本がタツタの右辺に命中した。タツタは、この雷撃で、後部機械室と釜室が破壊され、航行不能に陥った。懸命の応急修理が試みられたが、 船体の老朽化もあって浸水が止まらず、雷撃から約12時間後の15時36分に沈没した。タツタは同年5月10日に除籍された。料理のタツタ揚げは、東館の料理長が発明したものだとする説がある。ある日、タツタの料理長はフライを揚げる予定だったが、小麦粉がないことに気づき、小麦粉の代わりに片栗粉を使用したら、 船員たちに好評だったことから、立つた上げになったという説である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。